さあということでサービスエリア本日はなんか中継で、ちょっとそのサービスエリアの雰囲気を味わえるんでしょうか。はい、いらっしゃるのはですね埼玉県の蓮田サービスエリアの下りにレポーター元ベイビーレイズジャパンメンバーの高見直さんが行っています。高見さん。はい、私は今蓮田サービスエリア下りの屋外のウッドデッキにいます。はい、はじめまして、深川亮と申します。はじめまして、よろしくお願いします。はい、まず雰囲気いかがでしょうか。そうですね、今はお昼時ということもあってですね、連休を楽しむお客さんでにぎわっております。ねえ、お盆ですからかなりね、人の数も多いんじゃないかと思うんですけども、どうでしょう。そうですね、はい、たくさんいらっしゃってご飯を楽しみに来てますね、皆さん。ねえ、蓮田は割とサイズ的には大きいんじゃないですか、はい、建物。そうですね、たくさんのお店あるんですけども、はい、中でもちょっとキノコメニューを紹介していきたいと思っております。お願いします。はい、楽しみにしております。はい、そしてですね、今日は蓮田サービスエリアのマネージャー鈴木さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。マネージャーの鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、夏のキノコメニューフェアを開催しているそうですね。はい、どんなメニューがあるんでしょうか。北斗のキノコの冷やしぶっかけうどんがございます。はい、こちらですね、蓮田サービスエリア下りの中にあるレストランでいただけるそうなんですけども、早速用意していただきました。こちらですね、舞茸の天ぷらですか。これがすごくボリューミーで、これ一品にどれくらいの量使われてるんですか。そうですね、やはり丸々1個のですね半分を揚げております。半分大きいですもんね、ボリュームがありますね。さらにですね、三島ゆかりを衣に混ぜたちくわの天ぷらと、きゅうり、刻みネギ、そして温泉卵をうどんの上に乗っかっているという感じで、白だしをかけて食べるんですね。ということで、はい、そうです、はい、ということで早速いただきたいと思います。いただきます。はぁ、すごい大きい。それでは舞茸の天ぷらをいただきます。うん、うん、聞こえますか、このサクサク感。いやー、すごい舞茸の香りがすごいですね。さらにやっぱりこの音でも伝わるように、この衣のサクサク感と舞茸の歯ごたえが本当にジューシーで美味しいですね。うどんとさっぱり合う感じがするんですけども、いやー、なんか本当に美味しい。舞茸がすごい香りが口の中いっぱいに広がって、私すごい夏バテ気味だったりもするんですけども、すごい食欲がそそられて、本当にうどんとさっぱりスルスル食べられて、このキノコがですね、ビタミン B1 が入っておりまして、疲労回復にもいいと言われているそうで、うどんと一緒に合わせることで疲労回復とスタミナアップが期待できる、まさに夏バテの私にぴったりということなんですけども、さらにキノコに豊富な食物繊維が腸内環境を整えて、体の中身から健康を作る夏バテ対策におすすめの菌活メニューということなんですね。いやー、美味しい。本当にさっぱりしていて、なんか夏にぴったりのメニューなんですけども、鈴木さんも食べられましたか。はい、食べました。こちらのメニューのポイントはどういう感じですかね。やはり舞茸の大きさですね、大きさと、白だしつゆの相性がぴったりなの で、ぜひですね、皆さんにも食べていただきたいと思います。素材の味を存分に楽しめるという感じですね。はい、鈴木さん、召し上がったお客様からの評判はいかがですか。はい、そうですね、小さいお子様からですね、ご年配の方まで、ですね、幅広く注文いただいております。大人気なんですね。はい、やはり白だしつゆとですね、地粉うどんの相性がよくですね、さっぱりして暑い夏にはぴったりです。立ち寄っている人はどんなお客さんが多いですか。平日はですね、やはりサラリーマンやドライバーの等のですね、仕事関係のお客様が多くですね、休日はやはり家族連れのお客様がとても多いです。そうなんですね、やっぱり連休中はたくさんのお客さんでいうことですかね。そうですね、賑わっております。鈴木さん、それでは最後に蓮田サービスエリアの魅力やおすすめポイントを教えてください。はい、蓮田サービスエリアは下り線は、東北自動車道の玄関口で、下り線最初の休憩ポイントです。常に多くのお客様で賑わっております。
長らく愛され続けたサービスエリアでございます。ショッピングコーナーでは東京土産を中心に地元埼玉の土産や当店限定のオリジナル商品で特におすすめなのがお芋パイ、こちらなどが、とても人気を呼んでおります。またその他にもですね、専門店もたくさんございますのでぜひお立ち寄りくださいませ。お芋パイは売れているということですかね。はい、たくさん売れております。あ、買って帰ろうと思います。深川さん、深川さん、はいはい、蓮田サービスエリア行ったことありますか。もちろんですよ、欠かせないですからね。ね、舞茸の天ぷらの音素晴らしかったですよ。ありがとうございます。というか私そちらに行きたかったですよ。それぐらい好きなので。これまた他のところにも、ね、この後移動されますよね、はい、高見さんね。そうなんです。この後はですね、埼玉県の勝負パーキングエリアに行きます。勝負って割と新しいとこじゃないですか、はい、そうですかね、比較的新しいとこですよ、はい、ですね、いや楽しみにしてます。渋滞ですからね。ありがとうございます、そうなんですよ、ね、頑張って頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでこの後はですね、勝負パーキングエリアから中継をつないでお伝えします。金活プロジェクト2019東京夏ストーリープレゼンテッドバイ北斗。ここからはオリジナルキノコメニューが食べられるという夏のキノコメニューフェアの参加店舗、埼玉県の勝負パーキングエリアに中継をつなぎます。2回目の登場、レポーターの高見直さん。こんにちは、私は今勝負パーキングエリアのフードコートにいます。はい、そちらはねできてまだ数年だと思うんですけども、はい、いかがでしょうか。そうなんです、はい、もうとても建物自体も綺麗でしてね、ええ、あのお盆で帰省する方々かなという方やキャンピングカーも泊まってたりするので、うん、キャンプや海に行くんですかね、皆さんいろんな夏の思い出を作られています。そこら辺の設備もね、はい、最新のものが揃っているかもしれません、ね、うん、蓮田から勝負、ね、渋滞は大丈夫でした。はい、比較的渋滞していませんでしたね。うん、方向がね、はい、まだ渋滞の方向じゃないのかもしれないですが、はい、あの天気の方も風もとても涼しくて気持ちいいですね、うん、いいですね、うん、過ごしやすくて絶好のお出かけ日和になっていると思います。そしてこの時間は勝負パーキングエリア支配人のバンさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは、勝負パーキングエリアのバンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。夏のキノコメニューフェア盛り上がってますね。はい、店頭にデジタルティネージを設置しておりまして、ご覧いただいたお客様からたくさんのご注文をいただいております。ただいまご注文いただいたお客様にキャラクターが描かれたエコバッグをプレゼントしておりまして、お買い物はもちろん海やプールにも便利ですよ。いや、まさにですね、目の前にいたご家族がですね、そのトートバッグを手にしてお子さんが喜ばれていたんですよね。はい、とても楽しそうでした ね、 ね、よかったですよね。はい、勝負パーキングエリアでは夏のキノコメニューフェア、どんなメニューがありますか。はい、キノコソースのチキンタツタ定食をご提供させていただいております。はい、そちらも実際に用意していただきました。こちらタツタの上にキノコたっぷりですね。これは何のキノコを使ってるんですか。はい、しめじと舞茸を甘酢で味付けました。おお、なるほど。それでは早速いただきたいと思います。じゃあもう2つのキノコとタツタを乗せていただきます。おいしいですね。2つのキノコの旨味がもう一気にきます。あとチキンタツタとキノコって相性いいんですね。そうですね、勝負パーキングエリアは職業ドライバーさんのご利用が多いので、うん、食欲が落ちやすいこの時期にしっかりと食べていただきたいと思いまして、うん、このメニューが出来上がりました。タツタもカリカリでしっかり味がついてるんですけども、さっぱりしてて結構ペロッと食べられちゃいますね。ちなみになんですけども、先ほど言ったんですけども、キノコは疲労回復の効果があるんですけども、鶏肉のタンパク質と合わせることで効果がさらに期待できるそうなんです。そして美容ビタミンと言われるビタミン B2 も実はキノコには豊富に含まれているので、チキンのタンパク質とビタミン B2 で夏の紫外線にも負けない美肌作りに嬉しい菌活メニューとなっているんですよね。いやー、バンさん、ポイントは
はい、ボリュームがあるので特に男性のお客様から多くご注文いただいているんですけど、当店はライスの大盛りを無料で提供しておりますので、がっつり食べたいお客様にはぴったりだと思います。嬉しいですね、それは、はい。オーダーしてるお客様の反応とかどうですか？皆さんボリュームがあって だけどキノコのヘルシーさが相まって、とても美味しいと喜んでいただいてます。そうですよね、本当にベロッと、ご飯もすごい進むメニューですよね。パンさん、それでは最後にこちら勝負パーキングエリアの魅力やおすすめポイントを教えてください。はい、私ども勝負パーキングエリアは7つの街道ハブ PA をコンセプトといたしまして、圏央道に接続する主要な幹線道路沿線の美味しいものや人気の商品を多く取り揃えております。また両方向よりお立ち寄りできる大変便利なパーキングエリアなので、行きも帰りもお立ち寄りできますので、皆様のお越しをお待ちしております。お土産の方もすごく充実してますよね。はい、今人気の商品はラムネゼリーですね。ラムネゼリー、はい、スプーンで食べるのではなく、ストローで飲むタイプのゼリーでございまして、大変人気の商品です。じゃあラムネゼリーを片手に、はい、このキノコソースのチキンタッタ定食いただけるということですね。そうですね、はい、ぜひお待ちしてます。はい、高橋さん、はい、どうでしたか？食べてみたくなりましたか？いや、すごく食べたいです。キノコソースとチキン絶対合うじゃないですか。相性バッチリですよ、ね、しかもこう女性に打って嬉しい効果があるとね、はい、なおいいですもんね、うん、はい、男性も女性もお子さんも楽しめるメニューになってると思います。そうでした、ありがとうございます、はい、バンさんもありがとうございました。ありがとうございました。以上、スタジオにお返しします。高見直でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでサービスエリア